で、大体このぐらいの鉢に入るね。あ、この小さい、うん、あ、10センチ内外の、はい、これはもうある程度完成品なんですかね、うん、もう来年は使えるね。10だね、 10ぐらいの鉢にこれも入れて、うん、あ、これも、あ、かっこよくなりますね、うん、この立ち上がりからの曲ね、はい、これがいいんですよ、うん、こっちも同じだけど、こちらもすごいいいですよね、うん、これも山鳥ですか。そうです。で、ほら、肌がこんなに肌がか、あの、縦割れでかなり来てるでしょ。はい、割れてますね、うん、これ山鳥の特徴、うん、結構大きく割合と山鳥の幹肌って割れてるんですね、うんうん、そうそう、この、はい、この黒松は、はい、値上がり風ですね。そう、これはあのあれですよ、山鳥ではなくて、はい、未生してこうやって作ったんです。あ、じゃあ、うん、山鳥だとこういう風な値上がりみたいにならないですもんね。そうですね。じゃあ結構本当に年数経ってますね、うん、10年とか20年ぐらい、うん、そんなには経ってないね。うん、7年ぐらい経ってるかな。あ、じゃあ7年ぐらいでも出来上がっちゃうってことですか。うん、ここまではね、未生だとね。これはすごくちっちゃいですね、うん、これはサイズがね、6.5 ぐらい、サイズが 6.5。 あ、ちっちゃいですね、うん、迫力ありますね、うん、これも近い将来あの展示とかそういうのに、ね、使えちゃうよね、うん、この木がすごいね。あ、ちっちゃいですね、うん、向きは5センチ、ま、5センチの9センチ、小さくて本当迫力ありますね。で、苔順が、はい、ちゃんと苔てるでしょ、うん、なってます ね、下から上にかけてだんだん細くなって、うん、でちょっとこう頭が目切りまだやってないんで、はい、これを来年目切りすればちっちゃく寸法が収まる、はい、これも近い将来、あ、有望ですね、うん、やっぱここまでいくと小さい鉢に入れた方が、うん、もうやっぱり馴染むんですかね、スリット鉢の小さいサイズに。うん、そうだね、本当はね、もっと緩く作った方が、あの緩い鉢に入れて作った方があのいいんだけど、やっぱりザルの太りの方が成長は早いですもんね、うん、スリット鉢でもこれより一回りぐらい大きい鉢に、はい、うん、このぐらいの鉢に入れた方が、はい、この芽がしっかりしてくるね。これだと小さすぎてほら芽がまだしっかりしてないでしょ。ああ、そうですね、うん、ちょっと、うん、鉢が小さすぎる。うん、はい、同じ兄弟のこの息だよね。はい、
これはどこの種類の心拍ですか？これはね、どこかな、糸魚川じゃないかもしれないね。はい、ちょっとはっきり分かんない、はい、どこのあるか。でもあの形はいいでしょ。そうですね、うん、もうシャリも効いてますね、うん、もう小さい割にね、うん、面白い。こういうのも値段もそこそこ、お値段もいい、お値段が、うん、まあまあ安いんじゃないかな、うん。これ姫びこ、わー、実がいっぱいついてますね。姫王桃って言うよね。はい、なかなかね、こういう風にこじんまり作れないんですよ。ほんと小さく、うん、コンパクトですね。もう少しするとこれが真っ赤になってね、綺麗ですよ。花ピンクだよね。じゃあほんと展示会とかには、うん、いいですね。いいよね。ボサボサだったやつを切り込んで小さくした、はい、こういうんで小さいのを作るとね、面白くなるんじゃないかなって。こういうところにほら目つぼがこう浮いてきてるでしょ。あ、目が浮いてきてますね、うん、もうちょっと追い込める、はい、だからもっと小さくなるね。で世間にこういうんで盆栽、花を見るんで、はい、こうみんな求めてるのは多いと思うんですけど、盆栽の形、一つの形としてね、作ってるものってまだ少ないと思うんですよ。はい、こういうのもね、姫ヒイラ、まあ、いろんな形がありますね、樹形がね、うん、商品盆栽ってさ、はい、あまり種類が限定されちゃって種類が少ないから、こういうものも丁寧に作って、はい、一つのミニ盆栽として認知されてくるといいよね。あ、楽しめますもんね、うん。